はいどうも、マナマンです。今回はディビジョン級の最終戦になります。てかキーパー入れてるな。チーム調整か。これロナウド持ってるし、やべえな。ロナウド後半から来そうで怖い。監督にコスト調整で50台入れてる感じかな。レートは同じぐらいだった気がする。多分ね。サッカーファンの皆さんこんばんは。本日の試合はウィーユナイテッド対レアルマドリー。よろしくお願いします。スタジアムよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況ジョンカビラでお届けしてまいります。やばい、危ねえ。さあ北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、まずか。まず前半見ていきましょう。ウィーユナイテッド対レアルマドリー。ちょっとマジか。両チームはスピードと連携をそれぞれ兼ね備えた。マジかよ。素晴らしいマッチを期待しましょう。ロングフィードで。やばい。浮かせたボール。いやー、キーパー。うわー、マジか。いきなりやられたよ。ね、嘘でしょ。特にこういった1対1のシーンでは瞬時にキーパーの動きを見てコースを決める冷静さが必要ですからね、まあ、うわーやべ。確実に決めてくる。うーん、2点目か。いきなりの2対0。ルーレットからこれはギリギリでしたね。第2技の駆け引きからゴールが生まれました。最後のスルーパス、やられたね。ボールを奪っていくぞ。これは大敗あるか。大敗あるか。今日2点目のゴールです。さあレアル着実。 OK、 決めた。 OK、 こっから返していこう。返していきましょう。やべ、いやー、一発で全部やられてるわ。いやー、間違えた。これ打つモーションまでの前が北澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート。ラッキー、ラッキーゴール。ラッキーゴール来た。これまたあるよ、溜めてからの。今度は浮かし、今度は浮かし、危ねえ。こういうの引っかかるんだよな、こういうのに。マジでマジで引っかかる。しかし、しかし、やり返して。やばいやばい、今日2点目です。やべえな。さあ、オッケー。ユナイテッド、あと1点というところ。これは勝てるやろ。さすがイブラ。イスコ。いやー。タディッチ、本日ワンアシストです。怖え。マジで。これでロナウド持ってるからな。後半が怖すぎるんだけど。後半が。味方を走らせる。フリーだ。いやー、決まんのか。しかしこれはオンゴールです。オンゴールか。どうしたんでしょうかね。これは。いやー、無理か。今のゴールというかプレーなんですが、いかがでしょう。いや、これはやってしまったという感じですかね。マジで。オンゴールで失点してリスタートとなります。まあもらった方としては非常に大きな1点ですし、いやー、この前半の4失点痛いな。悔やまれる1点になりますけどもね。そうですね、前線へ出すルカク。ボールのがこのパス抜ければというシーン。レフリーがルカク欲しい。今回持ってるからな。ルカクもそうやりたいんだけど。センターフォワードでルカクもそう。
左利きでね、使える選手が欲しいな、やっぱ。やーべえ、やーべえわ、無理無理だ。前半のあの追いかける、思いっきり振り抜いて打ったボール、ゴールネットに突き刺さりました。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよね。そうですね、もちろんコースは狙ってるにしても、それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。はい、いやー、マニュアルキーパーもできてる、完璧さあレアル3点のリードでリスタート。オフサイかい、これはオフサイドです。ネイマールが飛び出していました。いやー、本当ディフェンスラインギリギリですよね。ちょっと気をつけて、やばい、さあ勝負だし、いやもう抜けたら終わるね。キーパー欲しい、キーパーちょっと欲しいな。ゴールを決めてきます。いやアーティスティックなゴール決まりましたね。そうですね、こうグブッと、オッケー、まあ、イブラこれがあるから、これでどんどん転向イブラのシュートも止めれないよ、止めれないよ、危ね危ね。これは気持ちのいい一発が決まりましたね、はい、ものすごいボールスピードでしたからね。いやーマジか、なかなか止められないですよね、今のは。素晴らしいハットトリックですイブラヒモビッチ。さあ、ウィーアップ、チームとしての意地を見せます。このボールに触ります、ナイキナイキ今の俺の完全なパスミスやけど、パスコース結構読んでくるね。これ結構やばいな、かなり読まれてるかな。そっちマイナスやろ今のボール、絶対浮かしてくるかな。裏へチップ、このスルーパスは通りません。ルカク裏へのスルーパス、シュートもあります。オッケー、怖え。さあラスト、これでまたロナウドいるとなると怖すぎるんだけど。落として、前線一人で仕掛けます。味方選手の上がりはまだ不十分です。いやー前半これ終了か。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。 Wii United リードされて迎えるハーフタイム、いかがでしょう。オンゴール、ね、厳しいなあ、まり気にしないでここは仕切り直しですね。ロナウドで来るかどうかと思ったけど使ってこない、まあ、まあ勝ってるからね。この後のハーフで追い上げはあるのか期待したいところです。ではこの後も試合をお楽しみください。後半見ていきましょう。ビーユナイテッド、いやーマジか、ありますけども、うん、ただこう攻撃的に行き過ぎてしまうと、はい、構築したディフェンスラインが崩れてまた通過点を攻めてしまう、そんな状況ですよね。いやーもったいね。さあ前線マニュアルキーパーで結構読まれてるんだけど、ちょっとスピードが無理だ、スピードが危ねえ。よく守ったな今。ルーズボール、おっとどうだ、オッケー、ビスカ、ネイマール、イブラヒモビッチ、ここはネイマールへ、ふわっとふわっとしたボール、こっち呼んでるけど選手が反応しねえ大きく縦へ、これあかん、あぶねえ危ねえわ。マジかよ。中狙ってるね。ためてためて中の選手で多分狙ってたと思う。今のは。縦にボールを送ります。B ユナイテッドとしてはちょっとまだリズムが悪いんですけど。いやそこかよ。欲しいですよね。そうですね。ルカク、スルーパスを出す。まだ大丈夫。カットです。
うわー止めるさすがに止めるかシュート前のドリブルも良かったんですけどねここでロナウドで仕上げてくるか逆に下げてきてほしいんやけどいやーここでロナウドきついっすわモーゼスここでロナウドきついなくそーマジかやべ早えうそーこのパスが抜けるオッケーオフサイドかイブラのこのトリッキーなやつで結構勝てるんだけどゴディンラーム、カディッチからクリスティアノロナウドそっちかイブラやったらよかったんだけど縦にボールを繋いでいきますまずいなイブラだと勝てない勝てないわそうですね収まればというところですけどね、うん、これ入りましたよ柔らかいボールチャンスになるよしコース空いたよしここをかわしたうわーマジかいやまだあるさあシュートレンジだうわマジか守備人数いるもういやマジでそっちかいやサイド来る危ねここ仕掛けてほしいですねチャンスチャンス来たちょっと邪魔チャンス来た抜けてきました邪魔もう絶好の位置いやー俺のターンが俺のターンが終わったエブラくぅいやー守備かてえなマジで通るかうん浮かしてくると思うおおごグランダーグランダーか OK なんで今根幹狙ってこんかったんやろ謎モーゼスネイマールうん、OK ペレイラモーゼスルグレ真ん中いたカバーリングここは時間を使いますマイナスいやー反応するね。負けちゃったな。前半の失点が痛すぎるね。いやしかも後半もシュート全然打てんかった。シュート打っときよって話ね。いやまあとりあえずこれでディビジョンは8に上がります。来ました。
まあ、着実に上がっていってる感じ。なんかショートカットもできるみたいだけどね、多分ディビジョンの四角ボタン確かあったからできると思うんですけど、まあ基本10試合ずつやって上がっていこうと思いますね、自分の場合。はい、では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。